桑ヶ崎の上町なんですけれども、今日は国道106号線を通ります。横沢霊泉の方に行きたいと思います。この先の新南大橋は工事してて通れないんですよね。ここから違うルート通って、今大通りを通ってます。お店屋さんとか飲み屋さんが多い場所ですね。ここも都を離れてる方とかにとってはとても懐かしい場所なんじゃないかなと思います。はい、じゃあ都駅前のところを通って、駅前の交差点を左折して、ここキャトルですね。この辺りはあんまり変わらないですかね、様子が。道路の左に線路があるんですけど、踏切とか。これ JR 山田線ですね。この間の恋の山田線っていう動画を作ったんですけれども、国鉄時代の山田線で、今はここ JR 山田線なんですけれども、そろそろ洗濯ですね。はい、ここの右手に洗濯駅がちっちゃく見えたと思うんですけど、恋の山田線にも出てくるんですよね、この洗濯。仙徳田舎のけばらいち、ひきめ温泉聞き目ありっていう感じで、はい、左には平川が流れてます。はい、そしてここ右側に見えるのが島村で、島村を過ぎたところ、道路がこれ新しくできた都西道路ですね。私は106号線もすごく大好きなんです。盛岡に結構行ったりしますし、あとは妹たちが新幹線で帰ってくる時に盛岡駅に送り迎えをしてるので、で、あの盛岡の駅に行って一緒にご飯食べたりとかお茶飲んだりとかするんですけどね。以前ここが台風の被害で通れなくなったことがあったんですけれども、その時も本当に、ああ106号線ってすごい大事な道路なんだなって思いましたね。今日はですね、区境の辺りがちょっと通るのはおっかないので、手前の、鈴木名っていうところまで行って、横沢霊泉っていうところに行きたいんですけど、はい、ちょうどここがけばら市ですね。はい、ここが引き目ですね。引き目温泉聞き目ありっていう山田線で火事があったとこですね。岩手県北バスの引き目の停留所、リンゴの形なんですよ。可愛いですよね、すごく。山田線の歌詞にも出てきてたんですけど、ここの引き目には引き目の湯っていう、温泉があるようですね。引き目の湯なんですけれども、高専です。昭和の初め頃より地元では知られた古くからの高専としてご利用いただいてるそうです。ぜひとも行ってみたいと思います。引き目の里直売所に来ました。ですね、引き目の方が作ったリンゴになります。すごく美味しそうですね。三富士というリンゴになります。まもなくもう一ですね。あの恋の山田線にもう一度おいでよ原田家っていう歌詞があるんですけど、これもう一度ともう一を掛け合わせてるんですよね。もう一のここの停留所もリンゴの形をしてて可愛いですね。はい、ここ左に行くとゆったり感なんですけれども、私はここの山脈に寄っていきます。アビサーベ、
私が買ったのは豆乳シュークリームです。豆乳なのでヘルシーなシュークリームでめちゃめちゃあっさり美味しいですっていうことなので、豆腐の田楽です。豆腐手作りしているのですごい美味しいかなと思います。わー、見てください。いただきます。超美味しいですよ。豆腐はとてもしっかりしているんですけど、柔らかくてすっごい美味しいですね。106を通った際には寄ってみてください。私は車の運転をするのが大好きなんですけど、車の中では 80% はモノマネの練習をしてます。ここは原タイです。右に原タイの駅があるそうです。私はまだ寄ったことはないんですけど、もう一度おいでよ原タイへの原タイですね。今ちょっと拳が回ってなかった。もう一度おいでよ原タイへって感じですかね。はい、ここも宮古盛岡横断道路作ってるんですけど、すごいですね。はい、山田線です。ラッキーですよね、歌ってる時に山田線が見れるなんて。恋の山田線、私山田線には久しく乗ってないので、今度乗る機会があったら乗りたいと思いますね。はい、そして山田線に乗った時はリサイタルを冗談ですけど可愛いですね、ここは。はい、ここから左に行きますと陸中可愛い駅があります。可愛いの皆さん可愛いねの可愛いです。この歌詞の通りにね、あの可愛い人が多いんじゃないかなと。恋の山田線の歌詞によりますと、次は箱石に入ると思いますね。わー、雪が。この辺りが箱石です。右側に行くと箱石駅があります。恋の山田線では箱石部落のかやぶきで可愛い炭焼き色男ですね。なので、あの可愛い炭を焼いている、素敵な男性の方がいらっしゃるんではないかなと、想像しております。箱石トンネルから左に来ました。清宝園さんはここから5キロあるんですね。わー、凍ってる。はい、もうすっかりアイスバーンですね。なんかもう別世界のところに来たみたいで、すごい見えてきました。清宝園さんです。わーい、見てください、すごい凍ってますね。あ、嬉しいです。はい、すっごい気持ちよかったです。暑いというかあったかくて、もう最高ですね。ここあの隠れた穴場っていうか秘湯っていう感じですかね。ここが標高600メートルのところにあるそうなんですけど、もう一面の雪景色ですね。ここの清宝園はですね、昔から腰痛や切り傷の治りが早いと親しまれてきたところで、泉質はフッ素イオンが多く含まれた珍しい鉱泉だそうです。この辺りで、源義経と静御前が再会したとの伝説があって、静ゆかりの湯っ子としても知られています。すっごいもう体がポカポカしてますね。清宝神社がありますね。ここにあのお参りしていきたいと思います。かわいい。今年初めてこのぐらい積もった雪を歩きました。